皆さんこんにちはこんばんは新作の部屋の作でございます初めての方はじめましていつもご視聴いただいている皆さんいつもありがとうございますさあ本日グランツーリスモス7おそらく2022年最後のアップデートではないでしょうかそしてまもなくクリスマスということで年内最後クリスマスアップデートということで本日バージョン1.27最新のアップデートが実施されました おめでとうございますグランツーリスモ7さんということで早速ですね見ていきましょうということで前回のアップデートで車を売却することができるようになりました今回のアップデートの目玉といえば何だろうなと思ったらやはり追加車種でしたそしてなんとフェラーリから初めてビジョングランツーリスモが発表されましたもう目白押しでございますそして追加車種もたまりませんそれでは皆さん簡単に見ていきたいと思いますそれではアップデート内容を簡単に見ていきましょう まず、新規収録車種として以下の5台を追加。アルファロメオ・ジュリア・ GTA ・ M。ブガッティ・シロン。シボレー・ーコルベット・ C8 ・スティングレイ。フェラーリ・ビジョン・グランツーリスモ。 トヨタセリカ GT4 ラリーカーということで、いやー最高ですね、この5台。特に最高なのは私個人的にフェラーリスタンなので、やはりフェラーリオーナーとしてはこのフェラーリビジョングランツーリスも初の発表ということで、これ一番嬉しいですね。そしてブガッティシロン、これはもうね、ある動画が撮れるなと思って、もう楽しみにしております。 なおフェラーリのビジョングランツーリスモに関してはブランドセントラルから23日発売ということでワールドファイナルの視聴者プレゼントキャンペーン正解されている方は本日より先行配布私もちろん正解しておりますので今日からフェラーリビジョングランツーリスモに乗ることができますこの動画の後にですねまあフェラーリかブガッティまずはどっちかに乗ってみようかなと思っておりますそして GT カフェにも新しいエクストラメニューが追加ワールドサーキットで 新たに新規追加のイベントが追加されただけですね、サーキットが新しく追加されたわけではなさそうです。スケープスにもノルウェーが追加されました。最後に調整及び修正としてマルチプレイ時以下の修正が行われました。 そしてステアリングコントローラー、BMWM2 コンペティション、クラッチペダルが機能しない問題を修正、そしてサウンド、自社のエンジン音が正しく再生されないことがある問題を修正ということで、これはおそらくツイッターでも話題になってました、86だっけ、何かポルシェだっけ、なんか忘れましたけど、いつの間に。 電気自動車になったんですかっていうツイートがバズってましたけど、えー、おそらくそれの修正なのかなと思います、えー。その他、細やかな修正及び調整を行いましたということで、この細やかな修正及び調整がもし判明したら、また動画でご紹介したいと思います。そして本日時点で運営さんが周知している不具合は以下の通りとなります。アプリケーションエラーについて。 マルチプレイについてこちらの2つの不具合について現在対応中ということですのでえ少々お待ちいただければと思いますまあ私事ですが来年1月ですねまたフレンドさんと協力してまた〇〇カップというねオンライン大会を企画しておりますのでこの不具合についてはなるべく早急に対応していただければと思います豪華賞品なんか出るのかもしれませんねそれでは本日の動画のメインとなります新しく追加された車5台 こちらの新車種を皆さんと一緒に見ていきましょうまずは GT マップからレジェンドカーディラーへトヨタセリカを見てみたいと思いますえ購入時に詳しい解説を行っていきますので、えー、今回はもう触りの部分だけとさせていただきます トヨタセリカ GT4 ラリーカーということで ST205 ですね。え、これ同じ1995年に同じ GT4 ラリーカーというのがあるんですよ。サファリラリーを優勝した車があるんですけども、あのセリカは ST185 型なので、この車とは少し違います。え、これは WRC ですね。WRC 参戦のグループ A のラリーカーということなので、ST205 をベースに作ったマジなレーシングカーということになります。え、この辺はまたおいおい購入時に皆さんと一緒にお話ししていこうと思います。サファリラリーでね、アフリカ4日間で 3 0 0 0キロ走破した ST185 もあるんですけどもそういったお話を交えながら皆さんと一緒に動画撮っていこうかなと思っておりますのでよろしくお願いしますちなみにこのディオールのコラボのマングスターはずっといますねあとはどんな車が追加されているんでしょうかまあそんなに目立った車っていうのはなさそうですねはい大丈夫そうですね F504 億3000万円どんどん上がってますねそれではブランドセントラルに行って新車を見てみましょう楽しみですね いやー、どうしましょうヨーロッパ。いや、アメリカから行きますか。まずはアメリカから行きたいと思います。アメ車の帝王、シボレですね。さあ、シボレ。この車は、まあ、かなり皆さんお好きな方多いんじゃないでしょうか。はい、やってまいりました。コルベット C8、スティングレイということで、これはまあ、非常にかっこいいですね。色の展開もすごいありますね。やっぱりイメージ的にはこの赤が多いかなっていう思いますね。赤とか青とか、この辺の青すごい綺麗ですよね。メタリック系ね。 白も綺麗なんですけども、はいまあ、これ、すごいかっこいいかなと思いますね。これ、説明も簡単に聞いてもいいんですけども、まあ、買うときに説明を聞いて、今回は私の普通の知識だけでお話ししたいと思いますが、C8 スティングレに関しては,こは、これ6.2リッター V8、これ、ドライサンプエンジンと呼ばれるもので、あとはまあ8速 DCT ですね、デュアルクラッチトランスミッションです。でこれちなみににこれ見たたら購入した時に 見たらわかるんですけども、運転席と助手席の間だっけ、スマホケースがあるんですよ。これ、めちゃくちゃ面白いんでね、スマホ入ってる写真とか昔あったんですけども、えー、その辺もね、えー、実際見ていければなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。えー、説明はまあ、今回は割愛しましょう。それでは皆さん、今回特にお待ちかね、ヨーロッパのディーラーに向かいたいと思います。まずは、アルファロメオですね。はい、サクジュリアこと、ジュリアが追加されているということで、早速見ていきたいと思います。アルファロメオ。 さあ、ジュリアですね。えー、ショールームに行きたいと思います。ここですね。GTA-M ということで、こちらの車。まあ、もともと、アルファロメオジュリアには、ジュリア GTA と呼ばれるものもあるんですよ。それの、まあ、改良型ということで、ジュリア GTA-M と呼ばれる車があるんですね。これ、500台限定生産で、日本には84台入ってきているはずです。これに関して、ちょっと説明、簡単に見てみましょうか。この辺はね。 歴史上最高峰の性能を持つフォードアーセダンがこのジュリア GTA とそのモディファイ版 GTA-M です。由来となったのは65年発表の伝説的なレースベースモデル、ジュリアスプリント GTA。グランツーリスもアレッジェリータを略したもの。そうなんですよ。このアレッジェリータというのはイタリア語で軽量化ですね。はい、これですね。その、あその名の通り、速さのための大胆な軽量化が特徴でした。 歴史を受け継いだ新しいジュリア GTA も540馬力まで強化されたエンジンを搭載するだけでなくルーフやボンネット ルーフやボンネット、フェンダーやバンパーなど、あらゆるボディパネルが軽量なカーボン製と置き換えられています。そうなんですね。実際にあとは、まあ、えー、ルーフ、ボンネット、フェンダー、バンパーで、あとはどうだろうな。この GTA っていうのは、このベースモデルから50キロ軽量化してるんですけど、GTAM っていうのは、さらにベースモデルから100キロの軽量化に成功しています。これはなぜかと言いますと、今ご覧のドアのウィンドウ、 前後、ドアのウィンドウですね。そしてこのリアのウィンドウ。これがガラスからポリカーボネートに変わってます。樹脂素材に変わってるので、その分めちゃくちゃ軽くなったんですね。その辺出てくるでしょうかはい。アグレッシブなモディファイ版ということで、エアロパーツが前後に追加されているほか、リアシートが取り除かれるなど極限、極限まで軽さが追求されています。はい。そこは私言っていませんでしたが、これちなみにこのエアロ、エアロめちゃくちゃかっこいいと思いませんかこのエアロ。 このエアロはなんとザウバーが開発してます。ザウバーエアロキットを装備ということで、これザウバーエアロキットっていうんですね。そして、これ私がまあ現在乗ってるフェラーリ430スクーデリアは開発にミハエル・シューマッハが携わったんですよ。でもこのアルファロミオ・ジュリア・ GTAM はある F1 ドライバーが携わっています。誰でしょうか皆さん。そうなんですよ。当時開発にはあの F1 ドライバー、キミライコネンも参加しています。なので、 キミライコネンが好きな方はぜひこの車をご購入ください。いや、素晴らしいですよ。これ F1 由来のこの、まあ、エアロダイナミクスですからね。すごいんです。このザウバーのこのエアロキットっていうのがもう F1 と同じエアロダイナミクスなので、もうあのエアインテークなどなどもう F1 と同じ、特にダウンフォースと、あとまあ車の仮面ですね。下をくぐり抜ける、あの、 エアロダイナミクスがもう F1 と全く同じというふうに聞いておりますんで、この辺もね、ぜひ買って楽しんでみたいなと思います。これ、この色最高ですよね。白よりもやっぱ赤がいいですよね、これはね。はい。いや、素晴らしいですね。さすがサクジュリア。さあ、ブガッティですね。ブガッティ。いや、ブガッティといえばシロンでしょう。ということで、早速ブガッティのディーラーに行きたいと思います。いや、ブガッティシロンマジで。うーわー、かっこいい。やばいぞ、ブガッティシロン。 <laughs> 3億円ということで、これ新車発表時と全く同じ値段になってますね。ちなみにこれ色のバリエーションを見てみましょう。色はこのようになっておりますね。はい、こんな感じですね。うん。あの、このシーバーって呼ばれるブガッティラインがめっちゃ綺麗に、あのー、再現されてますね。<laughs> おいおいおい。これまるで僕がデザインしたかのような完全なドラえもんカラーになってるよ。これもうマジなドラえもんやな。 いや、これダメですよ。これリバリーでドラえもん作ったらダメですよ。これ振りじゃないですよ。ボケじゃないですよ、これ。これ絶対にリバリーでドラえもん作らないようにしてくださいね。楽しみに待ってますよ。ちゃうか。えー、ということで、こんな感じになってますね。これ美しい、このシーバーと呼ばれるのが、これがね、ブガッティの特徴になってますがあ、これ非常にかっこいいですね。これ買うとしたらでもやっぱりこの色かなって思うんですけど、このブガッティシロンは500台限定で作られました、1500馬力の8リッター、ダブル16のクアトロターボですね。 これすごい車です、本当に。で、えー、先ほどチラッと出てきたヘッドライト。これね、左右4つずつで合計8つの光源がついてますけども、これはブガッティのビジョングランツーリスモからそのまま撮ってます。このヘッドライト。見てください。これはこちらですね。ブガッティビジョングランツーリスモ。これをそのまま撮ってます。デザイン的にはそのまま撮って、このブガッティシロンが完成しています。えー、これちょっと簡単に見てみましょう。16年に発表されたブガッティシロンは、 事実上のベイロンの後継モデル。中央に走るラインはブガッティの名車タイプ57クーペアトランティックがモチーフです。ルマンのトップカテゴリーに参戦するレーシングカー並みの強靭さを誇るシャシー。8リッターのダブル型16気筒エンジンに4基のターボを組み合わせています。 なんと1500馬力。それだけか。はい。ちなみにこのブガッティシロン。私はあの、空の伝説と呼ばれた限定車レ、レジェンド・デュ・シエルというね、ブガッティを東京で見てまいりました。そちらの動画は YouTube では一切公開いたしません。その動画に関しては、ぜひ私の LINE 公式アカウント、新作の部屋で公開しておりますので、ぜひご視聴いただければと思います。YouTube で公開はいたしません。いやー、素晴らしい車やな、ブガッティ。 ティシロンこれはたまりまりせんちなみにこのサイドのシーバーと呼ばれるブガッティラインこれは運転席助手席の間にも再現されておりますので購入時に見てみたいと思いますおやフェラーリビジョングランツリスモがないぞいってどこだマイフェラーリ見つけたぜ俺のフェラーリビジョングランツリスモワールドファイナル視聴者プレゼントキャンペーンの報酬それでは早速開封してみよう やっべめっちゃかっこいいぞ、これ <laughs>。やっべやっべこれ赤もあるんですよね。赤に変えたいな。さあ、やってまいりました。フェラーリが発表したフェラーリビジョングランツーリスも、早速乗ってエンジン音を聞いてみたいと思います。車重は1250キロ、最高速は350キロです。それでは、早速乗り込んでみましょう。 最高のフェラーリアン、これ。フェラーリが発表した、フェラーリの未来の車、次世代の車、フェラーリビジョングランツーリスモでございます。いやー、美しい、かっこいい、素晴らしいデザインやということで、3リッター V6 ツインターボ、1030馬力以上のエンジンでございます。0100は2秒以下ということで、まあ、凄まじい車ですね。もう同じく F1 由来の8速 DCT ということで、まあ、デュアルクラッチトランスミッションなんですけども、まあ、8速ということで、 まあ、0102秒以下っていうのはもうほぼほぼ、まあ、EV というか、もう凄まじい車ですよね。で、これインパネですね。一人乗りなんですが、これ本当にすごい車です。ちなみに一人乗りの 499P の3リッター V6 エンジンを搭載ということで、まあ、499P の同じエンジンということなので、同じエンジン音がするんじゃないかと思いますね。素晴らしいですね。このデザイン。斬新なデザインがたまらん。 フェラーリとロゴの入ったこのシートベルトもたまりませんね。ホイールもなんかもう未来のホイールって感じですね。これどうなってるんこれ走った時にフェラーリのロゴもくるくる回るのかなそれともロールスロイスみたいに回らないんだろうかその辺も見てみたいですよね。いやー素晴らしい。ぜひエンジン音を聞いてみたい。そしてエンジンを見てみたい。特に空力に特化したデザインになってます。これ。このリアも見ていただいたらわかる通り、空力に一番こだわってるというふうに聞いております。はい。ということで、 今日は5車種一気に見てみましたけどこのあとすぐに動画をまた公開したいと思いますおそらくブガッティかそれともこのフェラーリービジョングランツリスモかはたまたジュリアかスティングレイかセリカか何か分かりませんけどもとりあえずまず第1号として、えー、すぐに買って今日また動画を公開したいと思いますのでこの動画の続きもぜひご視聴よろしくお願いいたします いやー最高のフェラーリやなこれめっちゃかっこいいこれなんとかして早く VR で乗ってみたい VR で乗ってみたい PSVR2 早く欲しいなということで皆さん本日もご視聴ありがとうございました GT7 おそらく2022年は最後のアップデートになったのかなクリスマスアップデートもあるのかそれともクリスマスプレゼントでまた車が追加されたりするんでしょうかそのあたりはよく分かりませんけども GT7 2022年もじっくり楽しんで、そして来年の発売日3月まで、まだ1年経ってないですからね。まだ1年経ってないんで、これからもしっかり楽しんでいこうと思います。挙動とかめっちゃ難しそうやけど、楽しそうですね、これね。ということで、また次回、この次すぐに公開いたしますので、ぜひそちらの動画でお会いいたしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋の作でした。